日本語をコンテペイスリップ。日本語学習者の皆さんとちょっと思い出話とかをするポッドキャスト。えー、今日はその後のルームメイトとの生活について。その後。あのー、僕は大学生の時に 男3人で住み始めそのうちの2人が喧嘩をし1人が出て行って <laughs> まあ分かりやすく言えばねそしてその代わりに入ったのが高島さん高島さんと会ったのは1週間前のバーでのこと <laughs> まあそれを聞いただけで僕がいかにあの適当に生活していたかねえもしくはあのとても人懐っこく。 生活していいたかがわかがると思います。人懐っこいというのは人をあのすぐに信じるあんまり疑わない実は今でもそうですね僕はあんまり人をそんなに疑わなくて基本的には人を信じるタイプですまあかといってまあちょっとやばいなこの人はっていう人はまあ気がつきますけどねもちろんでもあの必要以上に人を疑うのは人生損してますよ 僕は人生損したくないから基本的に人を信じることにしていますまあもちろんそれが原因でちょっと大変なこともまあゼロじゃないけどねありましたけどまあそんなことはそれ以上にたくさんのいい人たちに会うその可能性の方がいいですよねえー、っとですねで高島さんとあの2年ぐらい住むんですけどあのなぜ 高島さんがあのいなくなった理由は何だったかな理由は忘れてしまった何でかななぜ高島さんがいなくなったの高島さんがなぜなぜいなくなったのかなえー、っとわからないまあ、大きい理由悪い理由じゃなかったと思う、はい、多分多分また一人暮らしをしたくなったとかそんな理由だったかな とにかく、あのー、高島さんはいなくなるんですがまあその頃あの僕の友達じゃない僕の彼女その時の彼女の友達が、あのー、オーストラリアに行っていて帰ってきてまあ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 いろいろあったんですけど別にそんな悪いことではなくとにかく、あのー、家を探してたんですよね。 そこであの僕の,そのアパートに来ることになったんですね初めての女の子ですよねはい男二人とえ女になりましたよねでまあ1年ぐらいかなはいそれがきみちゃんですよね <laughs> それがそれがきみちゃんなんですねきみちゃん今でも元気ですよきみちゃんはあの素晴らしい僕の友達です女友達ね いい女友達がいるっていうのは人生の中で本当にあの素晴らしいことですよ。僕はそれまでなんかなとか思ってましたよねでもあの公ちゃんのおかげで女友達があのそのまま女友達としてずっと続くということを知りましたよね。それは本当に素晴らしい出会いですね。とにかくミちゃんが。 1> 1年ぐらいい一緒にいたのかなそしてもうその後は僕が決めたんですよね。僕があのイギリスに行きます。ロンドンに行きます。まあそういうふうに決めたことがきっかけで、えー、その,あのアパートを出ることになります。みんなですね。えー、もう一人の友達男友達は彼は一人暮らしを始め公、えー、ちゃんはオーストラリアに行ったのかな。 戻ったという感じですね。きみちゃんオーストラリアに行っていて、もう一度オーストラリアに行ったんですね。そしてその後ニュージーランドに行ったり、いろいろするんですけどね。で、あの、僕はその後、どうしたのかな。ロンドンに行ったんですよね。そして奥さんに出会って、はい、いろいろ、そういうこと。で、ロンドンでもね、もちろん、あの、ルームシェアをするんですよね。それも面白い経験でしたね。 僕と奥さんはあ,のある韓国人の家族の経営するあのゲストハウスに泊まる泊まり続けることになるんですけど最初は1ヶ月の予定が2ヶ月になり3ヶ月になり4ヶ月になり結局7ヶ月いましたねでその間にいろんな人たちに会った日本人韓国人イギリス人いろいろな人に会いました 何人あったかなっていうぐらい多分50人とか100人ぐらいかなそこはゲストハウスだったので1日だけ泊まる人とかもいたんですよね1週間の人もいるし1ヶ月の人もいるしとにかくいろいろな出会いがあったそしてそこでも同じことをしてたあの台所に集まってちょっと話をしてお休みみたいな たまにお酒を飲んだりたまに紅茶を飲んだりたまにハーブティーを飲んだりルームメートとのちょっとした会話「日本語コンテッペスリープの」あの一つのねこの寝る前のちょっとあの台所での会話でこれはやっぱり僕の経験からあのそういう場所を作りたいっていう気持ちがあったんですね僕はいつもそう 自分がいい経験をしたらその経験を他の人とも一緒にしたい。まあ、ポッドキャストの中では、あの、バーチャルにね、そういう経験ができるかなと思って、これを始めました。他のポッドキャストもそうですね。僕の作った今までのポッドキャスト、まあ、日本語コンテンペもそうだし、GO とかもそうだし、いろいろそうですね。なんか、あの、僕が今まで経験したらいい経験ね。いろんな人といろんな話をするとか、 あのなんかこう習慣ですよねなんか習慣的に一人の人とたくさん話をするとかそういう今までの僕のいい経験を皆さんとシェアしたいそういう気持ちでやってます、はい、思い出話悪くないですねはいルームメイトたちみんな元気かなと思いますね、はい、そういうことをちょっと考えて眠りにつくのも 悪くないですね。みんな元気かな元気だったらいいなおやすみ、ね、そんな感じまあ皆さんもお疲れ様でしたそろそろ寝る時間ですねチャウチャウアストレイゴまたねまたねまたね